こんにちは、こんばんは。今日の動画ではですね、今日の動画多分18時とかに上がってると思うんですけど、米津玄師がなんかその意味深なツイートとかインスタグラムに動画を上げまして、なんかそのね、缶が上からコロ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 って転がってきて、で、その缶のところにこうなんか線みたいなのがいっぱい入ってるみたいなね、動画が、これ公開されまして、これね、いつも通りおそらく謎解きです。で、僕も、見てみました。とにかく僕が、ちょっとこれが公開された瞬間、ちょっと忙しかったので、後々ね、フォロワーさんとかね、この動画見てくれてる視聴者の人たちもコメント欄とかで、わーって送ってくれたんで、それ見て分かったんですけど、おそらくこの動画が公開されている後、10、違う、20時か。だから、4月5日の20時に、こうな、てか、0405-2000っていう、数字をギュッてしたものがバーコードみたいにこう流れてきてるみたいな映像なんですけど、種明かしをするとね。なんか、ってことは、日付っていうか、その数字的に日付の時間であろうと。4月5日の夜8時っていう時間なんですけど、時間帯的に見ても、このタイミングっていうことを込みで、あと、事前にいろいろね、米津玄師が目撃されたとかいう、そういう話をいろいろ加味した上で考えられる結論は、おそらく MV の公開。MV の公開だと思われます。レディの MV の公開だと思われます。っていうのは、2週間前ぐらいに横浜の方で、サッカーのファンの方なのかな、ツイッターで、その米津玄師みたいな人が、その撮影クルーがいっぱいいて、なんかやってますみたいな。声で、絶対米津玄師だとは分かりました。聞いたことない曲でしたっていうの。そんなん新曲やん、絶対ね。そんなん新曲やんっていう話なんですよ。んで、おそらく、レディの撮影をしてたんでしょう。で、期間的に2週間ぐらいあったら編集して、十分とは言えないのかもしれないけど、結構スケジュール的におそらくカツカツなんですけど、間に合う日取りではあると思うんで、MV の公開だろうと。時期的にもレディが出て、で、今度ツアーがやるっていうその前の時期、ツアー前2週間、3週間ぐらいの時期なんで、このタイミングで MV を出して、ツアーに臨むっていうのは十分考えられるだろうということで、おそらく MV だろうと。この動画が投稿されてすぐ見てる人は、この動画の後にね、MV が公開されるということになると思うので、ぜひね、見逃さないように、この後2時間後の夜8時になるんですけど、ぜひね、見ていただければと思います。僕もね、見ます。どうしようかな。今の段階ではどうしようか考えてないんですけど、ライブ配信をしながら、前回の、キックバックの時もそうだったかな。ライブ配信をしながら、ああだこうだ、言ったりとするか、もしくは、なんだ。動画でね、配信とかせずに、動画で収録して後からね、公開する形にしようか、いろいろ考えてはいるんですけど、皆さんのところにこの動画が届く頃には、もうすでに決まって実行していると思うので、それに従ってくださいというか、従ってくださいというか、そのように、良きに計らってくださいという感じなんです。ライブ配信しようかな。みんなね、最近見てくれてるのでね、一緒に楽しめればなと思うので、僕の本来の目的のね、米津玄師ファンのね、人たちが集まれるようなそういうプラットフォームを作る、音楽ファンが集まれるプラットフォームを作って、僕自身がそのプラットフォームになる、そういうことをね、やりたいと、ある種ビジョンで掲げているようなものなので、ライブ配信すると思います。ぜひね、やってたら遊びに来てください。この動画見てる方たち、よろしくお願いします。で、多分ね、でもこれ間違ってないと思うんだよね。これ動画時間は、4分ぐらいですか。ってないと思うので、おそらく MV の公開、なんかいろんな話があります。グッズの公開なんじゃないのかとか、ライブに関しての新情報なんじゃないかとか、もしかしたらアルバムなんじゃないかとか、いろいろあります。ただ、時間的にもタイミング的にも MV だろうと僕は思うんだけど、ライブ情報、グッズ情報、MV 全部が同時に来るかもわかんないし、米津玄師ってさ、普段あんまりネット上に浮上しないのに、浮上したと思ったらすごいいっぱい新情報バン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 って出してさ、みたいな、そういうのがさ、日常茶飯事なわけじゃん。みんなも経験してきてるでしょ、何回もそれをさ。
僕も経験してきてんだけど、っていうのから考えると全部同時に出てくるみたいな、タイミング的にもね、ライブ前だしっていうのもあるのかなとは思うんですけど、まあまあでも MV は公開されるんじゃないかな、プレミア公開なんじゃないかなと思います。今現時点ではちょっと確認が取れないですけど、多分まあこの動画が上がってる頃にはそのプレミア公開の特設ページみたいのができてるんじゃないのかな、特設ページっていうか分かります、いつものプレミア公開のページができてるんじゃないのかなと思いますけど、今さらっと見てみましょうか。米津玄師ですね、検索をして米津玄師のホームページじゃないや YouTube チャンネルに飛びますと、レディーのページができてれば枠があるんですけどないので、まあそうですね、当日この動画が上がってる頃にはレディーの MV の公開だった場合はプレミア公開のページができてるんじゃないのかなと思いますけど、まあ、じゃなかったらどういうことになるのか、もしくはプレミア公開せずにボンって公開されることになるのかちょっとわかんないですけど、まあでもプレミア公開だといいよね、なんか事前にその何千人とかわかんないけどみんな集まってライブ配信してたらうちの視聴者の人たちも集まってさ、一緒にみんなで一緒にこう見てコメント欄が流れててさ、まあ、たまにヨネさんもさ本人もでコメントしてて見て一緒に見てたりとか、そういうのもさ楽しいじゃんね、だからそういうのだったらいいなとは思うんだけど、まあ、実際どうなるかは蓋を開けてみないとわからないわけですね。動画時間は、あと2分ぐらい喋らせてください。で、そうですね、MV の公開だった場合、まあ、レディーの場合ね、なんか目撃されて衣装の色とか、なんかその、まあ、目撃されてなんかそのネット上に情報があるんですけど、まあまあ、それ一応伏せておきます。僕も一応聞いたんですけどね。まあ、ただ別に、それ聞いたからどうなるかとか別になんかね、もう楽しさ半減とかいうわけじゃないからいいんですけどね。まあ、どういう MV になるんでしょうかね。まあ、ラブソングのかな、まあ、割と男性目線の曲かなっていうレディーはね、思うので、僕みたいな感じで感情移入しやすい曲なんじゃないかなと思ってるんで、そういう意味ではすごく楽しみかなとは思います。でも、まあ、レディーっていうタイトル通りね、女性もね、もちろん歌詞を見て、ね、共感して楽しめるんじゃないのかなと、そういうふうには思ってますけどね。今回タイアップってことなんで、なんかその辺との関わり合いも何か、なんかあんのかなとか、あります。思ってます。この動画のどっかに挟んでるかわからないですけど、一応ね、渋谷にある看板っていうの、米津玄師と共にレディー、米津玄師レディーと共にみたいなジョージアの看板が出てるんですけど、一応それも見に行ってきました。だからね、それも、ぜひね、まあぜひねってこの動画で、ね、差し込んでるので、そこを見てもらえればいいんですけど、まあ別に今回の場合は米津玄師本人のこうなんかね、ビジュアルが出てるとかじゃなかったんですけど、文字だけだったんですけどね。まあぜひ気になる人は渋谷行ってみてください。ハチ公前あたりにあります。ぜひ行けばすぐわかります。とか言いながら僕もちょっと迷ったんだけど。ハチ公前に行けばあるんで、ぜひ、チェックしてみてください。あとはそうだなぁ、まあ、いろいろね、動画、作ってますので、米津玄師のやつもそうじゃないやつもいろいろ作ってますので、ぜひ、その辺もね楽しんでもらえるものをね作ろうと努力して頑張っておりますので、ぜひね楽しんでいってもらえたら嬉しいなというふうに思いますけど、動画時間8分超えたんでこの辺で終わろうと思います。じゃあね、この後、おそらくレディーの MV プレミア公開だと思うので一緒に楽しめたらなというふうに思います。じゃあこの動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは。